どうもおはようございます、オーケストラの指揮してます平林亮と言います。ですね、今日はもう亡くなられてしまいましたけども、大指揮者クラウディオ・アッバードに関して、お話しさせていただきたいと思います。僕はアッバードの実演は、1回しかないですかね。ベルリンフィルですね。マーラーの10番ベルクのルルから抜粋、組曲と、ポリーニとモーツァルトのピアノコンチェルトの何番か忘れましたけど、なんか初期の方の番号だったかな、なんかあんまり演奏されない番号のコンチェルトだったですね。その時はまあ、ルルもね、アンプで。ルル組曲もアンプで。ルル組曲アンプってすごい難しいはずなんで、やっぱりそのアバドの、アンプかどうかが大事じゃないんですけど、それだけその楽曲を一回一回準備してっていうか勉強して、こう体に十分に入れてから、振るっていう姿勢は感じますよね。ああいう現代音楽的なものでアンプで触れるっていうのはまあすごいし、まあマーラーの10番だってアンプだったと思いますしね。モーツァルトのピアコもアンプだったのかな。で、実演はその時だけか。アバドってね、人気あるんですよね。なんだ、我々その指揮をこう目指してるというか、この若い人の中でもそうですし、音楽ファンでも、まあまあ、ベルリンフィルの監督なんとかね、有名だし、好きな人多いと思いますよね。とりわけ、こう、指揮者の中では、やっぱカルロス・クライバーあたりと、一緒で、とても人気っていうかね、好きな指揮者としてヒットに挙げられることが多かったかな、今まで話聞いてると。それで、まあ、私が抱いてる印象なんですけども、でも確かにね、なんていうのかな、その以前のね、その以前の、それこそカラヤン・バンスタインの後、それ以前の音楽じゃない、それ以前の指揮者がいて、それでアバードが出てきて、まあ新しさはあったでしょうね。新しい時代の風みたいなとこあったでしょうね。まあ演奏聴いてもやっぱガラッと変わりますよね、スタイルがね。いわゆるなんていうかテンポ早めの、まあ今私たちがね、馴染んでるような方向性にグッと寄ってくるというか、まあ新世代っていう感じだったんでしょうね。出てきた頃ね。若い頃なんか指揮してる映像見たことあるけど、なんか、なんかすごくね、無表情で、全然、朴訥っていうかね、まあ、一説にはその、ご病気されて復帰してからが、表現の幅とか精神性の幅が深まったような話はよく聞きましたけどね。やっぱりね、とりあえずイタリアものが素晴らしいんですよね。オペラとかね。それは間違いないし、棒の振り方がね、ちょっと独特なところがあって、なんていうかな、こう棒がちょっと上に向いててね、こういう感じ。この指揮法は、そのアバドと親交のあったというか、ドゥダメルとかね、ハーディングに受け継がれてるように見えるんですけど、こういうちょっと独特な持ち方の指揮でね、実はね、この持ち方って、その指揮慣れてない人でも、実はやりやすいところもあるんですよ。っていうのはね、棒先のコントロールが指揮って難しいんで、これだとね、棒先のコントロールっていうか、こう縦に持っちゃうと、なんていうのかな、棒先のコントロールがその難しくなくなるんですよ。ただ、棒先がいつもここにあるから、なんていうの、ちょっと違和感がある人は違和感があるみたいなね、奏者の人でね、プロの先生とかでも。僕は
でも僕もたまにこう持ってた時期もあったような気もするんですけど、最近ではこういう式はもうやらないかな。ただ音がね軽くなるんですよ、この棒の持ち方って。モーツァルトとかだといいかもね。ラガダガダンダガ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 ラガラランと棒先がここにいるから音は軽いよね。わかります。こう持たれるより、うん。でね、なんかあのこのなんだ、とにかくまあアバドの式がうまいのはこうちゃんとその楽曲分析ね、和声とかフレーズとかイントネーションとかそういうことをもうあのかなり緻密に詳細にまあ分析、すごいんですよね彼の楽譜ね。もう青鉛筆と赤鉛筆でもう楽譜のシンフォニー1ページ目からすっごい勉強したんだね。だからアンプできるんでしょうけど、でね、それでフレーズ、うん、和声進行とかをベースにしたこのフレーズの持っていき方とか音楽の喋り方が彼の素晴らしい点なんですよ。それでね、だからなんていうかそのフレーズを持っていく式なんですよね。うん、このなんていうかまあアジア人みたいにねこうテキパキ振っていくっていうんじゃなくて、こうフレーズをどう持っていくか、こうやってやってますけど、フレーズをこう運んでるんだよね。こう持って運んで、それがアバドの真骨頂の一つだと思いますね。うん、もうね、なんかその出てくる響きとかは一見そのなんか情緒的な感じもするんだけど、ね、彼は極めて多分サバリッシュとかと同じで、極めてその音楽の基本的な和声進行とか、そういう方をベースに捉えてるんですよ、楽譜っていうか音楽を。それ聞いてればよくわかりますね。なんていうか、あえてこういう言い方させていただければ、僕にはそのなんていうか、うん、そういう和声の数字とか、そういうのを、なんていうかちゃんと気にして音楽作ってるっていう風に聞こえてくるんですよね。うん、なんだろう、極端な言い方するとそういうその、和声進行の数字が聞こえてくるんですよね、ちゃんとね。これいい悪いじゃなくて、だからそのなんていうのかな、意外と理知的なアプローチが基本にあって、そういう響きで、でも結果出てくる響きは温かくて親しみがあるみたいないう感じなんですよね。うん、指揮してる時の表情とか見てるとよくわかるんですよね。よくわかる。例えばモーツァルトのシンフォニーとかでも、明るいシンフォニーだからずっと明るい表情で振ってるか、そういうことじゃないね。うん、だからその一つ一つのフレーズとかメロディーの感情や情感、表情に合わせてまずやりにいってるってことじゃなくて、うん、ちゃんと分析した結果を元に演奏してるっていうタイプだってことは非常に伝わってくるタイプの指揮者なんだと思うんですよね。うん、でね、あは、このエピソードが重要なんだな。クラウディア・バードの指揮で実際にベルリンフィルとかで弾いてた人数人とお話をして、今聞きましたね、どんな感じだったかね。したらね、意外や意外、僕の意見じゃないからね、一緒に弾いた団員さんたちの、ベルリンフィルで弾いた団員さんたちのメンバーの意見ですけど、まあ、リハーサルがまるでできなかったって言うんですね。それはね、なんか本にも書いてありましたし、これはまあ知ってる人は知ってるっていうか、うん、リハーサルの能力がなかった。で、ある時は、その学生オケみたいな、ユースオケみたいなのに来て、ユースオケってやっぱり、ベルリンフィールド違うから、練習も組み立てて、弾けないものを弾けるようにしていくっていうのが大事じゃないですか。その優勝期はもちろんプロになるような学生と、プロになるような子供たちの集まりなんだけど、それでもベルリンフィールドやウィンフィールド違うからね。それでアバード来て、いや、なんていうか、その、組み立てる練習を何もできなかったって言ってましたね。なんでみんな弾けないのって言って終わりだったみたいな。で、ベルリンフィールドもそのね、アバードのボソボソっと小さな声でなんか言って、みんな誰も聞いてなくて、おしゃべりしてるんですって。全く統制の取れてないリハーサルっていうことなんですよね。うん、
それ最初聞いた時はびっくりで、そうなのって、それであんなすごいオーケストラ振りまくってる。でもそのいうことなんですけど、アバードのすごいのは、本番でやっぱりすごいアトラクティブ、魅力的っていうか魅了する、そこにそのマジックがあるんですって。うん、本番とリハーサルでガラッとこのなんていうか音楽の霊感、演奏の中においてのインスピレーションが変わるんですって。だからすごいっつってましたね。うん、この今言ったそのアバードのそのリハーサルと本番でのギャップってエピソードは、この音楽っていうか演奏、クラシック音楽の演奏、音楽の本質をついたエピソードで極めて重要だと思いますね。うん、極めて重要。これをね、僕も肝に銘じてというか、いつの瞬間も忘れないで生きていきたいっていうか、いうぐらいですね。極めて印象的なエピソード。これね、たった一人の人に聞いたんじゃなくて、数人の人に聞いたし、なんか本にも書いてあったんで、多分事実だと思いますね。まあ、なんちゅうかな。なんだろう。ねえ。まあ、アマドの演奏ってね、まあたくさんあるんで、僕も折に触れて、まあ聞いてきましたけど、何が特に、まあモーツァルト素晴らしいし、イタリアもの素晴らしいし、やっぱりあの、すごい痩せてらしたし、棒の持ち方もこうだから、なんかぶっとい音っていう感じじゃないんですよね。なんか割と軽めなもの、テンポも早めなことが多いし、うん。チャイコフスキーとかも、まあ、あの、ブラームスとかも、まあ、うん、素敵なんですけど、ただ重量感がある響きではないですよね。うん、よくなってるんですけど、重量感がある響きではないね。割と軽めの音楽の方がスタイルに合ってる感じがしますね。うん。まあでもあれだけのレパートリー、あれだけアンプで振るって、その、なんていうのかな、音楽に対してのこの、まあひたすらまあ没頭していく力みたいな、突き詰めて極めていく力みたいのがやっぱり、これは偉大な指揮者のね、共通点かもしれないですね。まあ、好みはさておき、それぐらいのレベルまでいってる指揮者ってね、まあ、やっぱそのなんか、人のまあ、考えられないぐらい突き詰めていく、極めていく。すごいその自分の専門というか楽曲に時間を投下していくっていう、まあそこはすごいですよね。うん。なのでね、あの、まあ総括すると、クラウディア・バードのその音楽の取り組み方、まあ、指揮、演奏、まあ、から学ぶことっていうのは、たくさんあると思いますし、まあ、私たちもね、私も含めて知らずのうちに、何かを、まあ、学ばせて、まあ、いただいたとは思うんですけどね。うん。まあ、そうね、なんか、病気になったのにはね、なんかベルリンフィルでコミュニケーションがあまりうまくいかなくて、とかいう、ことよく言ったりします。まあそうだったのかもしれないですね。うん。まあルツェルン祝祭管弦楽団というのが本当にアバードのオーケストラみたいになって、まあアバードと一緒に演奏したい人が集まってたんでしょう。詳しくは知らないけどね。だからやっぱすごいですよね。最後。うん。で、サイモン・ラトルもベルリン・フィルが終わったと今度は、なんだっけ、イギリスのロンドンだっけ。うん。まあそのアバードもラトルもこのベルリン・フィルをやったっていう、こう実績権威があるから、そのさらに次のキャリア行ってもね、うん、なんていうか、なんつうんだろう、威厳があるっていうか実績があるっていうか、まあみんな言うこと聞いてくれそうな感じしますよね。うん、うん、いや、まあ、あの、僕の中にもね、その有名な指揮者ね、今、まあ、アバドは筆頭ですけど、有名な指揮者いるじゃないですか。まあ、20人か30人か。あの、まあ、好みとか好き好きはあるんだけど、音楽ファンの中にも。やっぱり、このレベルまで行ってる人たちはね、半端ないんで、好みとかさておき、やっぱ、直接会ったのは僕は、
マゼール先生とかムーティ先生ですけど、まあすごい、すごいですよね。とんでもないですよ。やっぱりもう桁が違うっていう感じで、ええー。まあだから肌で感じますよね、あのオーラっていうかね。すごいですね。まあ、アバードと直接話すことは僕はなかったし、僕の友達とかね、イタリア人の友達とかは話してこういう感じだったっていうのを聞いたことありますけど、まあ演奏会も実演が1回しか聞いてないんでね、ベルリンフィールでね。うん。まあそこまで、まあもちろん個人的にはよく知り得なかったけど、まあさっき言ったようにね、フレーズの作り方とか、その、ああいう全部アンプで把握して振るその音楽の取り組み方、姿勢とかね、まあフレーズングの持ってき方が個人的には一番勉強になるかな。うん。でアバドとかサバリスとかクライバーがフレーズをこう和声進行をベースにしてどんどん進めていく感じって、それを理論であんまりガチガチに当てはめるとうまくいかないこともあるけれども、やっぱ音楽の基本なんですよね。インテンポなんていう幻想はありえなくて、幻想にしか過ぎないんで、いかにそう、なんていうかな、歌うように、語るように、こう音楽のテンポを、フレーズを運んでいくかっていうことが、やっぱクラシック音楽演奏の、まあ、本質だと思いますんでね。うん。一部の特殊な音楽しかそのインテンポはないですし、そうね。まあ、これだけ膨大なレパートリーをね、まあ、大体アンプでしょう、おそらくね。いやー、まあ頭が上がらないでございますね。はい。ということで、ファンも非常に多いね、クラウディオ・アッバードの素晴らしい点に関して、学ばせていただいた点に関してね、お話しさせていただきました。はい。よろしければ、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。失礼します。